私はなんですけど、今田としてもちょっと変な風に感じてるみたいな。だんだん鼻が一番いいのか、かわいいな。食欲は全然あるんですよ。身体検査してからお腰のチェックしてみます。いいよ。なんだっけ、デンタルケアは難しい。いや、一応毎日やったりは。痛がることはしないです。痛がらないですか？この1週間特に気をつけてやりはしたんです。ここちゃんが意外に安いな子ですよね。そうです。本当の話もあるんだ。すごい。もう決めなくてもいいですね。1日どれぐらい食べてるか分かります？そこまでは見てない。ちゃんと測ってはないですけど、まず基本1日2食、朝と夕方、でちょこちょこおやつのシーバジョン中？あ、中ではない。ただ中で1本3分の1です。他のと合わせて。ドライは1日何グラム食べるか。1回測ってみてください。ドライフードの種類とどんなぐらい食べるかね。ごめんね、おかんもしれない。ユリナリの今3日統一してます。あ、ユリナリを食べてるんですか？ただ、他のものを食べちゃうんですよ。匂いね。やっぱ匂いですか？ただ、粉なんだよね。上の奥歯、ここがちょっと黄色い、あ、オレンジ色に見えるの分かります？分かります、分かります。そこ、こっちも同じとこだと思うんだけど、やっぱりやる我々の癖みたいなものですけど、これ大抵の猫ちゃんが今の場所なんですよ。ああ。どうしてもね、歯磨きしとっても奥はやりにくいじゃないですか。はい。口臭がするから歯石がついてるだけじゃなくて、歯周病にもなってるんで、ね。あ、やっぱなってますか。うん。そう。痛がってはいないけど、眉毛の先幅に口から落とすことが増えたんですよ。あれっていうことで、足先に溜まってるので、ちょっと1週間気つけて、いつもこの子セクトリしたことはないですよね。ないですね。まあ一回セクトリした方がいいんじゃないですかね。ただ麻酔をかけなきゃ猫ちゃんセクトリできないから、ちゃんと下に行って組まないとダメなんです。まず検査を受けてほしいんですか？はい。午前中ご飯食べないで、お水はどんどん与えていいんですけど、12時間絶食して午前中に入ってもらって、夕方迎えに来てもらう。いいですね。ここだ。1、2、3。で、これやれそうかな。4滴。歯磨き前に4滴垂らして、それから優しく歯磨き。ごめんね。ごめんね、ごめんね。ちょっと肛門栓出しますね。あ、はい、そうな気がします。そうです。だから前の晩の10時ぐらいまでは食べてもらっていいですけどね。10時以降は水だけにしないと。この間も結構出たね。はい、ここ。はい、いきますよ。ああ、すごい。
もうちょっと出ると思うんで、もうちょっとやります。1回だけストレスかね。臭い。これね、家の中の子は溜まりやすくて、はい、取ると溜まりやすいです。本来必要なものですか。まあ外の子は必要だけど、家の中で勝手に子にしてみると、まあいらない、なくてないない方がいいかもしれないですね。日本ではそんなに盛んでないけど、欧米だと結構ちっちゃいうちに手術で取っちゃう。ああ、もうそれは。うん。から、まあ、破裂しちゃった子、いい、誰かいますよね。います。破裂した子は手術してもそれを取らなくてしょうがない。ウェットブラシで、はい、軽く飛ばしてあげて。じゃあインターベリーっていうんですけど、はい、4滴垂らす。4滴垂らして軽くブラッシング。半額分に4滴です、ね。そう、そうです。それを1日2回ちょっとやってあげてください。それだけでも結構匂いがコントロールできる子もいるんですよね。はい、じゃあ、で、あと。寝薬みたいな感じで、口の中に。そうですね。でも4滴入れてほしい。1滴じゃなくて。4滴を1日2回ね。で、あと、冷蔵庫保存。あー、なるほど。はい、室温だとちょっと傷んでしまうんで、効かなくなってしまいますので、冷蔵庫保存でお願いします。じゃあ、そのインターフェリー出します。それで、まあ、一度、まあ、数枚の、はい、2000神経ですね。それは緊張を調整してやれる時でしたら、失礼します。で、あとはその4滴を大体2週間分持ちますから、はい、毎日匂いチェックしてみてください。はい、そうすると匂いがね、結構取れてる子もいますんで。シューポケットの悪玉菌を弱らせる薬なんですよ、インタークロン製剤ね。はい、じゃあこのようにしてください。ということは、いつにしても2週間後にやりて、そう、できればいいですね。そうですね。口の状態どうなってるかね。それと手術検査の都合つくつかない。そう、別に。それとあと何グラム、何でしたっけ。ああ、ご飯ですね。食事ペアコントロールですね。ペアコントロール何グラム食べてるかね。そということです。はい、じゃあインターベリーっていうね、液体を出していきますんでね、はい、家帰ったらすぐ冷蔵にしてくださいね。はい、はい、来院時前に食事量ですね。そうです。わかりました。はい、お願いします。